バレイ君は人とコミュニケーションをしたり、音楽を演奏したりするための仕組みを備えています。ランドセルのように背負った小型の PC に、3次元カメラ、マイクアレイ、スピーカーなどのデバイスが接続されています。また、頭や腕を動かすために、9つのサーボモーターを備えています。LED の点灯パターンを工夫して感情表現を行うことができます。リアルセンスは、通常のカメラの機能に加えて距離を測定する機能があり、物体や顔の認識を行うのに使用しています。リスピーカーは、音のする方向を特定したり、周囲の雑音や自分自身が発する音を取り除くことができるマイクアレイです。物体認識や会話を構成するプログラムには、機械学習と呼ばれる分野の AI を使用しています。センサーやモーターの制御を行うプログラムは、ロスと呼ばれるロボット用の OS 上で統合されています。通常、バデイ君は独立して機能しますが、複数で合奏を行わせる場合は、1台の PC に接続して同期させる必要があります。専用に開発されたソフトウェアを使用し、ケーブルで接続された各ロボットにコマンドを送ります。MIDI 形式の音楽ファイルを読み込むと、各ロボットのモーションデータに変換されて、適切なタイミングで送出されます。同じタイミングで、2台のロボットにベルを叩かせると、和音を演奏することができます。ロボットのフレームには、アクリルを使用しています。CAD ソフトでパーツをデザインし、レーザーカッターで切り出しています。組み立てには、キューブ状の金具を使用しています。電源は、モバイルバッテリーから USB ケーブルを使用して供給します。このようにして制作されたバデイ君は、展示会などで、子供たちにとても人気となっています。